ちは、森です。早いものでもう12月と師走ですね、なってしまいました。本日12月1日、インスピ男子中級シングルスの日であります。12月、ちょっとエントリーするのをすっかり忘れちゃっていまして、気がついた時にはエントリー開始からもう3日ぐらい経っちゃっていて、いやーなんて思っていて、もう全然今年は終わりだなんて思っていたんですけども、先日空きがですね、多分キャンセルが出たと思うんですけども、ポコッとちょっと空きが出ましたので、はい、慌ててエントリーしてみました。はい、というわけで、そうですね、今日が今年最後の試合になるんじゃないかなと思いますので、頑張ってやりたいなというふうに思います。先日土日ですね、11月の28、29、愛知ワンデーキャンプということで、私ゆかコーチの方と行ってきました。はい、昨年も愛知でやったんですけども、前日に私が腸閉塞を起こして入院してしまうというトラブルがありまして、ドタキャンしてしまったんですけども、今回も非常に心配だったんですけども、はい、なんとか行くことができて楽しく過ごすことができました。愛知の方々、愛知ですとか滋賀ですとか岐阜ですとか静岡ですとか、たくさんの方集まっていただきまして本当にありがとうございました。おかげさまで満員となりまして、キャンセル待ちで結局入れなかった方も、何人かいらっしゃって、本当に、申し訳ございませんでした。またぜひぜひ行きたいと思いますのでよろしくお願いします。いや本当にね、皆さんすごいいい方ばっかりだったし、いろんなことをねお話できてね、ものすごい楽しかったです。はい、またちょっとね話すとねすごい長くなっちゃいますので、そうですね、金曜日のライブ配信でちょっと、愛知の話もしたいかなと思います。ガールズっていうのがね、なんか200人ぐらいいるらしくてね、悔しい。私もモーリーガールズをちょっと結成したいなというふうに密かな野望をちょっとね企てておりますので、また金曜日よろしくお願いします。というわけで本日も頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、
はい、というわけで終わってしまいました。結果としましては 6-3、4-6、6-2、4 エキシビでやりまして、4-2 それから 0-4 でした。エキシビのですね、一番最後なんと優勝した方がまだなんか残っていてくださってというか、はい、相手していただきました。左利きの方でめっちゃいいサーブと、左利きのフォアハンドの逆クロス、もうバシバシ決められて、いやーって感じ、なんかね、全然叶わなかったです。とってもいい方で、はい、礼儀正しくて、いやー、いろいろとお話を伺ったら、まだテニス始めて5年だとかってことで、野球やっぱりなんかやっていたとかってね、野球経験者の方はね、球感というかやっぱりあれいいんですかね。いや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 、というわけで、はい、またまた来年も中級で頑張りたいなっていうふうに思います。ツイッターの方、コメントたくさん本当にありがとうございます。頑張れ。ファイト、ウォーリーさん、自分の力を信じよう。ツバメ屋さんのどら焼きですね。そうです。ビッグサーバーだから大丈夫です。すげえダブルフォルトしました。ファイト、ファイトです。応援してます。ありがとうございます。ファイトです。頑張ってください。本当にありがとうございます。っていう感じで、まあまあまあ、いや最後ね、なんかボコボコにやられてね、まだまだだなっていうふうに思いました。また
これからも頑張っていきたいと思いますので、温かい目で応援してくださればと思います。この模様、できるだけ全ポイントとかも、金曜日のライブ配信でちょっと流したいなというふうに思ったりしますので、よければそちらの方もご覧ください。それではありがとうございました。